前野も今度はワイドを使ってかわす、クロスを入れようという下川です。今股の下を狙ったクロスですかね、はい、アイデアのあるボールでしたけど、突破する、預ける、ミドルシュート来た、山瀬か、山瀬選手ですね、山瀬が決めました。同点に追いついた愛媛、後半の9分、山瀬のグラウンダーのミドルシュート。少し大谷選手としては見づらかったのかなと思いますけどね、まあ、山瀬選手それもイメージしながらのシュートだったと思いますけどね。素晴らしいゴールですよね。